ついに明日2020年3月11日にコールオブデューティーモダンウォーフェア、そうコールオブデューティーの新しいバトルはウォーゾーンが無料で配信されることが決定しました。拍手。これはすごいことになるぞ皆さん。ということでこんにちは、ハセシンです。ついに明日やで、来るぞ。しかも今までのコールオブデューティー史上過去最高規模の150人対戦の新しいバトルはと、その名もウォーゾーンでございます。そのね、新しいウォーゾーンというねバトルアのトレーラーがですね、公式の方から公開されました。まだ見てないよという方はですね、この動画の説明欄からその新しいバトルアウォーゾーンのトレーラーをチェックすることができますので、よければチェックしてみてください。で今回はですね、その新しいバトルアウォーゾーンのことについて話していこうかなと思うんですけどもね、明日からその新しいバトルアウォーゾーンの実況とかライブとかね、ガンガンやっていこうと思ってますので、チャンネル登録よろしくお願いします。最新情報がねバンバン届くように、ベルマーク通知もまたねオンになってない方はですね、このタイミングでオンにしていただけるとめっちゃ嬉しいです。明日から頑張っていこうぜ。そのウォーゾーンにはですね、どうやら2つのモードがあるっぽくて、1つ目はプランダーっていうモードね、新しい新モードとしてプランダーが登場して、2つ目のモードがコールオブデューティーブラックオプス4のブラックアウトのような感じのバトロワっぽいですね。でね、今回はその新モードのプランダーのことについて結構ね喋っていこうかなと思うんですけども、まずウォーゾーン自体は150人対戦なんですけども、ソロとかデュオとかはね今のところないっぽくて、また今後出てくる可能性はねありますけども、おそらくね明日の段階では3人用モードしかないっぽいんですよね。で3人で1舞台でね、150人なんで 3×50 ってことは50舞台で戦うバトロワって感じですね。いやー、舞台数多いんで、これは噛み合えばキル数もかなり伸びるんじゃないかなと思われますね。なのでブラックアウトとかでは結構ね噛み合ったら15キルとかね20キルとかいけばね、ブラックアウトではかなりねすごいキル数だと思うんですけども、おそらく150人対戦なんでウォーゾーンでは30キルとか40キルする方もねおそらく出てくるんじゃないかなと思うんですけども、そしてね今この背景に映ってる画面ですわ、この説明してなかった。この説明はこのカウントダウンが終わるとウォーゾーンが登場するって感じですね。今コールオブデューティーモダンウォーフェアのメインメニューの画面なんですけども、このカウントダウンが終わると同時にウォーゾーンがバチンと登場するって感じになりますね。でね、冒頭にも軽く説明したんですけども、無料でのリリースということで、コールオブデューティーモダンウォーフェアを持ってなくてもおそらくそのウォーゾーンはプレイできるって感じになるっぽいですね。でそのウォーゾーンの新モードプランダーなんですけども、3人で1舞台で戦うってことで、マップはねそのプランダーとバトロワモードね、どちらも同じマップで戦うっぽくって、プランダーの軸となってるのはバトロワなんですけども、バトロワ要素にお金っていうんですかね、ポイント的な要素が加わってきてて、試合中に敵とか倒したり拠点とかに入ったりして、そのねお金となるポイントを貯めるんですよ。ショップがあってですね、でそのもちろんプランダーにもアーマー的な要素がありますので、そのショップでアーマープレート的なやつを買ったり、シールドターレットとかクラスターストライク、ガスマスク、エアストライク、 UAV でリバイブキットっていうのがあったり、ロードアウトドロップマーカーっていうのもあったりするんですけども、このプランダーっていうモデルは今言ったですね、キルストリーク的なクラスターストライクとかエアストライクとか UAV などをね購入することができると、購入して使うことができるということで、感覚的にはマルチプレイヤーとバトロワ要素が合体したモードに近いって感じですね。でこのショップに売られてるガスマスクっていうのがねちょっとポイントでありまして、ガスマスクを購入しとくことによって、あのねセーフゾーンがグーってもちろんね縮まってくるんですよ、時間によって。でセーフゾーン外のことを今回はねなんかガスゾーンっぽいんですよね、ガスなんですよセーフゾーン外が。でこのガスマスクを購入していれば、セーフゾーンが縮小してる時に間に合わなくてガスゾーンに入ったとしても、おそらくねなんか10秒ちょっとぐらいかな、まあ12、3秒かな、まあ15秒弱ぐらいそのセーフゾーン外のガスゾーンにいてもダメージを食らわないんですよね。なのでちょっとねシビアな展開だなとか、次のセーフゾーンまで遠いなっていう時はこのガスマスクを購入しておくと、ちょっと気持ち的には余裕を持ってね他の装備とか整えつつセーフゾーンにめがけて移動することができるかもしれませんね。なのでガスマスク結構ポイントになってくるんじゃないかなとハーセシン思っております。でリバイブキットっていうのも売られてるんですけども、リバイブキットっていうのは購入したら、例えばね自分がダウンしてしまった時、敵にやられてダウンしてしまった時は自己蘇生ができるみたいな感じですね。ポイントに余裕があれば絶対購入してもいいアイテムなんじゃないかなと思っておりますけども、でですよ皆さん、このリバイブキットを持たずに試合中にダウンしてしまった時、
ダウンして核キルを入れられてしまった時どうなるかというとですね、なんと自分は運ばれて牢屋の中にぶち込まれます。で、牢屋の中にぶち込まれて次は何が始まるかというとですね、ガンファイト的なね 1v1 が始まるんですよ。多分敵に倒されてしまった方同士のね 1v1 やと思うんですけども、 1v1 が始まって、その 1v1 に勝つとその牢屋からね出てこれてまた戦場に復帰できるんですよ。でね、その 1v1 に負けてしまった場合はですね、おそらく味方がショップでリバイブキットを購入したら味方が復活できるっぽいんですけども、そんな感じっぽいですね。もしね敵にやられてダウンしてしまって核キルまで入れられてしまったとしてもや、その 1v1 で勝ちさえすればまた戻ってくることができるということでね、やられてしまってもねもう一度チャンスはあるということなんでね、かなり面白そうっすよね。でね、最後に一番ねポイント的には高いロードアウトドロップマーカーっていうのがあるんですけどもね、でこのロードアウトドロップマーカーを購入して展開することによって、まあねケアパケみたいな感じでロードアウトが入った箱が落ちてくるわけですよ。でね、その箱をペコって開けたらなんとねロードアウトが10個入ってるんですよね。ウォーゾーンにもね一応武器とかにレア度があったりしてね、コモン、レア、エピック、レジェンダリー的な感じでねレア度があって、そのねロードアウトドロップの中にもかなりねいいアタッチメントがついた金色に輝くレジェンダリーのねカスタムクラスとかが入ってることもあるっぽいですね。そのショップでロードアウトドロップマーカーをね購入しなくても、なんかケアパケみたいな感じでロードアウトドロップがね落ちてくるっぽいんで、無理に買わなくてもいいかもしれませんな。まあそこはケースバイケースでね、武器が欲しかったらロードアウトドロップマーカーを購入してカスタムクラスをね10個の中から好きなカスタムをね獲得するっていうのもありかもしれませんね。乗り物についても5種類あるっぽくて、 ATV と SUV とヘリコプター、そしてトラックでね、なんかもう一つ2人乗り用のね、2人乗りなのか4人乗りなのかわからないんですけども、とりあえずねもう一つ車があると、合計5種類の乗り物があるっぽいですね。まあヘリがあるので次のねセーフゾーンまで遠くても近くにヘリコプターがあればそのヘリコプターに乗り込んで次のセーフゾーンまで一気にビューンと飛んでいくっていうのも全然ありっすよね。でね、さっきショップでそのポイント、お金を使って購入するって言ったじゃないですか、アイテムなどを。でね、お金が足りない時、ポイントがちょっと足りない時、なんと味方と共有することができます。味方がちょっとねポイントが足りなくてアイテムを購入できない時はちょっとね味方にポイントを自分がね分けてあげるために地面に置いてあげて、味方にどうぞと、で味方が取ってポイントを獲得して1位取りに行くみたいな、そういう展開に持っていくこともできるんで、かなりそういった面でもチームワークが問われるんじゃないかなと思います。で、試合もね終盤の方になるとですね、セーフゾーンがぐーっと縮まってきて、で1位が決まるわけですよ。で1位が決まったらですよ、エンディング画面みたいな感じに切り替わってですね、そのマッチにいたですね全プレイヤーの ID がですねガーッと流れるんですよね。なので早く1位を取ってねその画面を眺めてみたいなって感じではありますが、あと約20時間したらですねウォーゾーンをプレイすることができるということで、今からね温まっていこうかなと思ってるんですけどもね、とりあえずその新モードのプランダーのことに関しては大体そんな感じですね。で、私も心待ちにしている通常のバトラーモード、このモードに関してはですねもう説明はいらないかな。広大なマップにバーッと3人でねスーッと降りて、で武器などをしっかりと獲得して敵を倒して回復して1位を取りに行くっていうね、本当にブラックアウトと同じような感じだと思うんですけどもね、150人対戦なのでね、かなりマップも広大だと思いますね。ブラックアウトのマップに比べたらもう少し広い感じのイメージではありますが、本当にプレイしてみないと感覚的にはね今のところわからないんで、マップの大きさに関してもねかなりちょっと注目してるところでありますね。個人的にはついにプレイステーション4のコールオブデューティーにもいきなり無料で何かの新しいコンテンツがリリースされることになりましたね。本当にこれは期待してますね。ウォーゾーン多分ねプレイヤー数かなり増えると思いますよ。ウォーゾーンのコールオブデューティーブラックオプス4のブラックアウトでもね最高100人での対戦やったんで、150人っていうのは本当に今まで経験したことのない人数での戦いなのでマジで新鮮だろうな。20時間後が楽しみすぎてしゃあねえわ。ということで今回はですね、コールオブデューティーモダンオフェアの無料でリリースされる新モード、ウォーゾーンのプランダーとバトルワールモードについて語ってみました。
まあ明日来るということでね、本当に皆さんガンガン楽しんでいきましょう。明日からですね、ウォーゾーンの実況とかね、ライブとかガンガンやっていこうと思ってますので、このタイミングでチャンネル登録とベルマーク通知オンと、そしてね、今回のこの動画少しでも参考になったよとかね、楽しみだぜ、ワクワクしてきた、おいと思っていただけたら、高評価、グッドボタン、バチコン、よろしくお願いいたします。それでは明日のウォーゾーンでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。